丸山さん、はい、コメント来てます。ありがとうございます。早稲田商学部お願いします。もちろんです。早稲田大学は一般選抜の割合が多いことが特徴的です。特に商学部は地域公民型と数学型の非常にオーソドックスな入試になっています。また共通テスト利用方式はないので要注意です。了解です。偏差値ってどれぐらいですか？そうだね、師範手帳以上の内容を確認すると小学部は偏差値70代後半で国立 47% 以上です。難しいっすね。そうだね、諦めずに頑張りましょう。